はい、皆さん、毎度毎度。はい、パーマの2液ね、これ、忙しいとね、どうしてもおろそかにするけどね、最低2回以上かけたほうがいいよね。ショートで毛が少ない人だったらね、2回ぐらいでもいいけどね、髪の毛が多い、膜回転数が多い太い剛毛をね、5回ぐらいかけるかな。男の人なんかの髪の毛の太い方、これをちょっと細めでね、あの博士太郎みたいに根元まできっちり巻いてね、で、髪の毛自体が多いから、ロットにいっぱい巻かれてるわけじゃない、髪の毛が。するとね、毛先に入りにくいんだよね。 二液がね、まあ、そういう時はね、あのー、外すまで10分、15分なんて縛られないでね、で、10分ぐらい経ったらね、ちょっと外しちゃうんでね、半分ぐらいね、半分ぐらい外して、まあ、半分ぐらい外してもそこまでだいたい二液かかってるからね、二三回転戻して、二回転ぐらい戻すか。それからまた二液をかけるっつのと、外した状態で二液かける場合、単純にね、毛先に届きやすくなるからね、で、そこまでめんどくさいことやんのかやったらやるんだよ。そこまでやんなきゃダメな人もいるのよ、中には。 あと、一本一本ね、2液をさ、揉み込んでいくっつの、ロット一本ずつね。そこまで嫌のかって、まあ本当にやるんだよ。そういうことやるときはね、とりあえず一周ね、あの、手際よく全体にかけてから、それから一本ずつね、あの、時間をかけて揉んでいくっつの。まあそれも、最初に揉んだやつと最後に揉んだやつのね、あの、時間差っての発生しちゃうからね。だけど、博士太郎みたいにかけるような方の場合は、オーバータイムしていいからね、あれね。だからそんな慌てねえで、まあ一本ずつ揉んでいくんだけどね。 そんで持って10分ぐらいだったら少し巻き戻してね。で、さらにかけると。だからね、男性かなんかで頭が大きくてね、巻く本数が多くてね。ほんで細かくかけたいと、やっぱり割り増し料金にはなっちゃうんだよね。まあ、めんどくさいからしょうがないんだよね。逆にね、ツイストパーマみたいのはね、あの、毛先までしまい込まれてないでしょ。だいたい表面が露出してるからね。ああいう時は普通に2液ね、ジャバジャバジャバ,ジャバ,ジャバぶっかけりゃ、だいたい酸化するからね。 ただ巻き物の時だよね、毛先をさ内側に巻き込んで、毛先を、ね、奥にしまい込んじゃうっていうわけだからねで、それが嫌だったらスパイラルで巻きゃいいんだよね、でもね、前半分だけスパイラルっていかないから、全体スパイラルになると面倒くさいからね、平巻きで巻いて、とにかく荷液できっちりやっつけちゃった方が仕事的には楽だよね、あとね、ちょっと太めの白髪の人、これもね、 パーマイキをよく吸うのかな、一駅を。だから、二駅不足になりやすいんだよね。だから、二、三回かけたんじゃなくて、五回ぐらいね、十五分の間にかける。だから、二十分ぐらい置いてもね、いいんだよね、そういう人はね。よくあの、二駅置きすぎると手触りが悪くなるってよく言うんだよね。あの、日本パーマイキ工業組合なんかね。それってさ、 中途半端に2液かけて、毛先に2液が回ってない状態それでロッタアウトしてゆすぎばさ、確かに毛先は緩くなるんだよ。それのこと言ってんじゃねえの毛先まで2液を揉み込むようにやればね、当然毛先までね、しっかりカリッとかかるからね。それを手触り割りっつってんじゃねえのかねでそれどうなんだろうね、メーカーさんね。あの、研究開発の人がさ、お答えくださいだよね。<laughs> うちもよくわかんないからね。はい、お疲れ様でした。